さあ、モーターサイクルファンタジー、今日はですね、このバイク川崎 Z650RS、 まだまだ話題のモデルですね。このマシンのですね、乗った感じですねをちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まずはまたがってみましょう。どんな感じなんでしょうか。はい、またがるとですね、これもうまたがったことある方もだいぶ増えてきてるのかなとは思うんですけども、足つきはですね、最近の大型バイクにしてはかなり悪くない部類ですね。はい、私が乗るとつま先両方ってぐらいですかね。はい、ただですね、車体の軽さもあるので、あとはサスペンションが結構柔らかいんですよ。なので乗った時にふっと沈み込む感じもあるので、結構ですね悪くないというか、そんなに実際の数字的な足つきよりは、悪くないのかなという感じがいたします。そしてこれね、ベースとなってるモデルが Z650 というマシンがあるんですけども、あれと比べると本当に別物な感じですね。はい、結構ねタンクが長いので、実はフレームとかエンジン自体は共有している形にはなるんですけども、シートレールがね変わってます。このシートの中の骨組みですね、シートレールが変わってる部分もあってですね、着座位置がですね、ちょっと結構前の記憶にはなっちゃうんですけど、 Z650 に比べて結構後ろ目というんですかね。そしてこのスタイルって実は昔よくまたがって乗ったよねっていう感じのポジションになっていて、ガソリンタンクの長さが結構全長があって、座る位置が結構一番前に座っても後ろ目になる。そしてそこにですね、アップスタイルのハンドルがついてるせいで前傾にはならないんだけれど、ただ、自分の体とこのハンドル位置は遠いというですね、そんな感じになってます。遠いといってもですね、実際の距離的なものが遠いわけではなくて、体感上のものが遠いという感じになるので、もうまたがると懐かしいな、この座った時にふわっと沈む感じもそうだし、シートの柔らかさの感じもそうだし、ハンドルのポジションの位置も全部ですね、かなり懐かしい感じ、わざとそうやって作ってるんでしょうけどねがする、そんなポジションになっています。さあ、そしてですね、ちょっとせっかくなんで後ろも座ってみましょうか。これね、タンデムステップも、ラバーが入ってるタイプで、結構座面も広くて安定してそうなので、ちゃんとですね2人乗りして乗り回すようなところもですね結構想定してるのかなと。基本的に昔はそのネイキッドモデルってそういう役割というか、若い方々がですね買って友達と一緒に2人乗りでうろ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 して遊び回るようなですね、そんな時代もあったと思うんですけど、その頃のですねイメージをそのまま再現しているような感じになってます。後ろも座りやすいです。はい、でこれオプションで確かね、ここら辺のグリップとか、もしくはグラブバーですね、こういう昔ながらのやつですねなんかもですね用意されてたと思うんで、2人乗り多い方はその辺やればですね、ステップも安定してますし、すごく楽なんじゃないかなというですね、一昔前の 400cc ネイキッドが担っていた役割をですね担おうとしてるのかなと思わせるような、そんなポジションになっています。そんな Z650RS 実際に走らせてみた時どうなんでしょうかというところでですね、実はちょっと前のモデルですけど別動画でですね Z650 のスタンダードモデルには乗っていて、その時はですねあまりいい印象を抱かなかったのが本当のところです。興味ある方は見ていただければいいかなと思うんですけど、でそれがですねベースとなっているということがあったので、正直ですね、結構いろいろ考えるところはあったんですけど、実際にこのマシンに乗ってみるとですね、そういうイメージ、前のモデルもお好みが分かれるというだけだと思うので別にあれなんですけど、ただそういうベースのマシンとはですね全く違う印象に仕上がっていました。もちろん Z650 も現行型に乗ったらですね、エンジンの部分なんかは相当熟成が進んでるはずなので、その辺も含めてですねまた違う印象になるのかもしれませんけども、メーカーのウェブサイトをちょっとチェックすると、かなり低中速に関してのアピールというんですかね、そういったところがですね多かったです。そしてそこに対してですね、実際乗った感じもですね低中速域というところがですねかなり意識して作り込まれているというのがですね乗った時点でも分かるというところがですねあります。まずはですねエンストがすごくしづらい、これいいポイントだけちょっと上げてきますけど、エンストがすごくしづらいなという作りになってます。多分これ意図して作ってると思うんですけども、結構これ2気筒の 650cc、649cc なんですけど2気筒のエンジンになってます。そして完全なる低回転域、もう本当に渋滞を進んでいるような状態だったりとか、エンジンをかけて取り回しをしているような状態でもですねバイクがですね結構グイグイと進みます。なので 650cc というプラス2気筒という排気量を加味してもごく低速域の出力の出し方がですね扱いやすいというか、扱いやすいではないですね、エンストしづらい、スコッとですねエンジンが止まってしまって、アイドリングに近い回転数でクラッチかなんかをちょっと操作している時に、初心者の方なんかだとスコッとエンジンが止まってしまって、それをきっかけにバランスを崩して倒してしまうなんていうことはですね、非常に起こりづらいバイクになっている。もちろん車体の軽さもそうですよ。車体の軽さもそうだし、ハンドルがこれだけ高くて長くて広いので、そういう意味ではテコが効くので、そういうところでの扱いやすさも寄与してはいるんですけども、それだけではなくてエンジンが低速域でものすごい粘り強いので、本当にですねライダーをこう助けてくれる、初心者のライダーを助けてくれるような、そんな作りになってます。そしてそれはですねベテランライダーが適当に乗ろうとした時、雑にですねもうバイクに取り回しに慣れきってる方がですねダラダラと走ってる時にでもですね非常にプラスになってくれるような、そんな粘り強さをエンジンとしては持っています。そして、そういうエンジンにありがちなその退屈な回転フィール、これ言い方すごく乱暴だと思うんですけど、そういったものになってるんじゃないかと。ちょっとこれねまだ新しすぎるので、実は慣らし運転というところもあるんで、思い切りアクセル開けれるわけではないんですけども、そんな中で少し試してみた中ではですね、実はそういう退屈さを持っていない形でしたね。なので下ばっか元気で上行くとですね、なんか頭打ち感があったりとか、ある程度ビューンと回ってたところで急に回転が失速するような感じ、要はもう意図してこの手前で変えてくださいっていう感じでですね、ふっと失速するような感じとかもなくですね、上までビューンってひたすらフラットに伸びていきます。かつかなりね体感上の話をするとパワフルです。だからパワーの数字以上にですね、走らせている充実度っていうんですかね、力の出方、力で加速している感じ、トルク感ですねがですねすごく強いオートバイになってます。なので操作してる感じがすごいします。排気量以上にね、今650ってすごく現代の洗練されたエンジンだと大型バイクって乗りやすくどんどんなってっちゃってるんで、そのせいで乗り物足りなく感じるシーンがあったりもするんですけども、そういったものがない、ビューンと力ずくで加速していく感じが一番下のところから一番上のところまで、続いていくので、爽快ですね。爽快な乗り味なので、このコンパクトで軽い車体、そして余計なものがついてないところですね、整列フォークだったりとか、これ41パイの整列フォークだったりとかするんですけど、そういったところも含めてですね、割り切りも、車両価格ももちろんそのおかげで100万円ちょっとに収まってますし、そこにですねこの爽快な乗り味、昔ながらのバイクに乗ってるぜって感じも含めてですね、かなりですね初めてオートバイを買う方だったりとか、もしくはですねまだ大型バイク初めてとかね、そういう方にはですねものすごく楽しくて、かつ不満はそうそう出ないんじゃないかなと。これに不満を覚えるっていうのはかなりいろんなものに乗ってしまって、うるさくなってる人だけなのかなというふうにですね、非常に完成度が高いオートバイになっています。でですね、今のがいいところですね。ただ必ず当然オートバイってやっぱりいい面もあれば悪い面も出てくると思うんですけど、ただ悪い面といっても好みの問題にはなってくるんですけど、気になる点としては一つはですね、低速域のところをとにかく優先して作ってあるんですよ。多分ネイキッド本来の使い方をしてほしいんだと思うんですけど、もう本当に肩肘張らずに付き合えるような形、そういったところでですね付き合っていきたいという方のために作っているだけあってですね、 650cc の排気量、低速域結構トルクモリモリというところでですね、ギクシャク感は出ます。この手の650の2気筒という目で見た時のスロットルに対する動きとしては結構ですね、繊細な操作をしてあげないとグッとくるような、だから2人乗りをして、お店を探して迷ってる時とかね、あれこの辺で合ってるはずなんだけどなーってこうやってる時にですね、ちょっとですね油断すると多分後ろに乗ってる方がおってなるようなのとか、おってなるような、アクセルオンの時もオフの時も少し気を使ってあげないと、低速トルクの塊だけあって、塊というか結構そこそこ低速トルクあるだけあって、そこでのギクシャク感はですね人間が調整してあげる必要があるというところはですね、あります。エンジンのインテーク、吸気ですね、エアクリーナーボックスをですねメーカーのカタログ読んでるとかなりスリムに作りましたっていうところと、あとはプラス吸気口を一つにしてるんですね。吸気口を一つにして、低速トルクをですね出るようにしていますというですね案内文がちょろっとよく読むと書いてあるんですけど、そういったところがですねまさにこれなのかなというふうに思います。そして、乗った感じのフィーリング、結構いろんなバイク乗ってらっしゃる方は分かると思うんですけど、2気筒というより大排気量単気筒に近いような乗り味だとですね特に低速域では感じます。だから少しスロットルのところを気を使ってあげなくちゃいけなかったりとか、ここにリニアに反応してくるアクセルの開け閉めにですね、その辺はですね気筒数が多いバイクのプワさがないですね、割とタイトな感じだから、乗りこなしてる方がスポーツ走行でとことん乗りこなそうと思って腕に自信があったら、逆にそれってめちゃめちゃ面白い武器になると思うんですけど、ただですね、一般的なスキルで一般的に乗ろうと思った時には、もしかしたら少し神経を使う部分になってくるのかなっていうのと、乗り味の短気筒的フィーリングって好きな方とそうじゃない方が、はっきり分かれるんで、その辺なんかもですね少しあるのかなと。だから、コーナリング中なんかも元気に走ってアクセル開けたり戻したりする時は少しですね気を使ってあげる必要があるかなと。特に今これタイヤがめちゃめちゃ新しいんで、そこも含めてですねちょっと気を使った部分はあったりしたんですけども、元気に走らそうとしたらですね、短気筒に乗り慣れてる方なんかはすごく逆にピタッとくるかもしれないですけど、2気筒4気筒とかでですね乗りこなしてらっしゃる方なんかは、もしかしたら最初少しそういうところでですね神経使ってあげないとですねあれなのかなと思います。もちろんこれアシスト&スリッパークラッチがついてるんで、それなりに本当にスポーツ走行して乱暴に操作したりとかした時にはその辺の作動でですね要は高い回転数を使ってるうちにはいいんですけど、結構低速トルクがあるもんで、ワインディングロードでそんなにスピードが乗らないところで走らすときにビョン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 頑張るよりも、トルクを使ってですね回転数上げないようにしながら、そこそこトルクでガンガン速く走らそうと思ったりする楽しみ方とかの時にそれをやりたくなるんですけど、そういった時にですねその辺がすごくですねシビアさも持ってるんだなっていうふうに感じるところ、それはですねレトロフィーリングという表現をしてしまえばすごくぴったりくるんですけど、ある程度人間がやることもある、スロットルのここの繊細さのところである程度人間がやることもあるっていう感覚で見ていくとですね、非常に奥深い部分ではあるのかなというふうに思います。なので一概にデメリットという表現をしたら乱暴にはなるんですけども、ただそういうようなですね、ところもあるよというふうに踏まえて乗った方がですね面白く楽しめるんじゃないかなと思います。デザイン的にですね様々な部分で一昔前、むしろもう二昔前ですかね、30年程度前のオートバイたちをですね彷彿とさせるようなですね、仕掛けになってます。例えばヘッドライトじゃないや、メーターですね、メーターの取り付け角度ですね、こんなの気にするかどうかは別としてですね、いいですか、ここメッキのリングついてんじゃないですか。これはヒストリカル、クラシカルなモデルというにはですね結構あるんですよ、こういうの。ここがメッキになってんのね、昔っぽいねとか、機械式の二眼メーター、実際は電気で動いてるんですけどね、機械式な二眼式のこういうメーターを使っているというところだけで言うとですねたくさんあるんですけど、ここのマチの部分が幅があって深いんですよ、これ、デザインの部分だと思うんですけど、でこれが何があるかっていうと、こいつがちょっとグリーンですね、結構綺麗なキャンディーグリーンなタンクになってるんですけども、自分が座って乗るとですね、これ分かりますかね、着座位置から見るとちょうど角度的にこっち側の内側の縁にですね天気がいいとタンクの色が映り込むんですね、ここら辺一帯に。なのでそういったところがですね乗っててワクワクさせるすげえ細かいところなんですよ。ただまたがって座って走らせてると、自分のバイクはこういうバイクなんだなっていうふうにですね、大きな視線の移動なくですねワクワクさせるような、そんなですね細工なのかたまたまなのか分かりませんけども、すごく上手に作り込んであります。もちろんねこれメーターのレイアウトとか、いろいろなものの配置だったりとか、あとここについている警告灯、メーターのねセンターの一番てっぺん、昔ここ穴開いてたんですよね ZK ってね、ここのですね、キーホルダー刺さるようなところだったんですけど、こういうところになんとなくそういうイメージを踏襲した、警告灯があったりして、単に知識的に昔バイクに乗ってた人たちをくすぐるような仕組み自体もいっぱいあるんですけどもね、知識的にですよ、これ懐かしいなって直感的に誰でも分かるような、昔乗ってたらね、そういう細工ももちろんふんだんにあるんですけども、ただし、そうじゃなくて偶然なのか意図してやってるのかは分かりませんけども、そういうですねさっきのメーターの映り込みもそうですし、なんかそういう細かなワクワクさせるようなところもですねきちんと織り込まれているところがですね面白いなと。フューエルタンク、これ650ですけど900も RS ありますよね。ただ900のタンクって結構末広がりなんですよ、上から見ると。もちろん当時の Z も末広がり感はゼロじゃなかったんですよ。特に、プレスタンクじゃない方のタンクね。もう下がちょっとふわっとしてはいたんですけど、 Z900RS なんかはやっぱりエンジン水冷化してボリュームが大きかったんで、4気筒でね、やはりそこを覆い隠すためにこうちょっと広がってる感じがあったりとかするんですよ。ただこいつはベースになってる Z から、確かね3リッターぐらい燃料タンク容量を減らしてるんですよね。そういうところを捨ててもですね、やはりスリムさというところにこだわってるだけあって、その上から見た時のシュッとした感じはですね、1枚こっちの方が上手です。そしてさらにそこに立体エンブレム、川崎の立体エンブレムが上から見るとこの黒い縁、分かるか分かりませんけど、昔おじさんたちはこの立体エンブレムを買いにですね、例えばゼファー乗ってる方がゼファーって書いてあるエンブレムを外して川崎にみんな交換するんですよ。そういうことをするために洋品店さんなんか行った時にですね、エンブレムだけ単品で見た時に、おお、このエンブレムが欲しかったんだよってなる、あのエンブレムの立体感が今ここにそのままついてるんですよ、もうデフォルトでね。そういうところがまたがって上から見た時にスリムなタンクにものすごく出っ張ってエンブレムがついてる、こういうところもですね、執念心をくすぐる仕掛けになってます。というわけでですね、非常にそういうクラシカル感の演出はやはりかなり研究されて作られてるんだろうなと思うところだったりするんですけども、最後にですね乗り味のところに話戻していくと、振動ですね、振動が結構気になります。これは正直デメリットかなと。もちろん操作した時に、ある程度1時間乗ったりした時にですね、乗ったなっていう体に残る感じはあります。ただ長距離ツーリングに使ったら多分、まあこれ言ってないですけど、多分そこそこ来るんじゃないかなと思わされるような、そんな振動がありますね。これ一応ハンドルの根元ダンパー入ってるんで、もしかしたら乗り込んでったら少しマシになるのかな。ここですね、ここも一応ダンパー入れてるんですよ。乗った時入ってねえだろって思ったんですよ、正直。これ直づけしてんじゃないのと思ったんですけど、ダンパー入ってます。これゴムのこうやって見ると動くんでね、はい。なのでそういった意味ではですね、意図したものではないのかもしれませんけども、やはりですね、これバーエンドもなんか樹脂なのかな、多分これ樹脂なんですよね。結構大きくて立派なのがついてたんで金属製なのかなと思ったんですけど、結構こうやって動かすと軽いんで多分樹脂だと思うんですよ。で最近流行りの真ん中太くてサイドが細いっていう、そういうハンドルは採用していないです。もう本当に昔からの22パイの、パイプのハンドルになってたりする。こっちの方がかっこいいっすよ。こういうクラシカルなバイクはかっこいいんですけど、ただやはりですねそういうところが積み重なって、でもちょっとメーカー意図してやってるのかなって気もしますけど、すごくですねハンドルに伝わる振動は気にはなります。あとステップもね振動きますよ。はい。でステップベースのところ、ここですね、ここも、ここはダンパー入れてない、直付けしてるんですね。はい。多分ちょっとカバーで見えないですけど、多分直付けだと思うんですけど、ここラバーが中空で入れてあるんですよ、ゴムの中空ね。これほらすごい柔らかいんで、だから少し気は使ってはいるとは思うんですけど、ただですねやっぱり、振動が少し気になる感じですね、ステップに伝わる振動も。なのでその辺はですね、さっき言ったその大排気量短気筒感がありますよ、それこそ 600cc クラスの短気筒ですよねの操作感がありますよってのはこの辺の積み重ねかもしれないですけど、振動が気になる方、手がしびれちゃうとかね、そういうどっちかっていうとその単により好みの話ではなくてね、そういう方々にはですねもしかしたらこれ振動結構気になるオートバイかなというふうには思います。ただですね、加速の時その振動がドワ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 っとですね溢れて地面蹴っ飛ばして加速してる感じもするんで、そういうところも含めてですね、魅力でもあるのかなというふうに思いました。